岡古墳とは、大阪府藤寺市藤井寺4丁目731のに所在した豊墳。古市古墳群初期の古墳であることが、発掘調査で判明したが、住宅建設によりほぼ消滅している。船形には藤井寺市立障害学習センター展示。岡古墳は、中愛天皇陵に指定されている岡三在古墳の、集合東側に位置する豊墳であり。 同古墳の倍長ではないかと見られていた。住宅建設の予定があり、1980年に大阪府教育委員会、1981年には藤井寺市教育委員会によって発掘調査がなされた。調査によると、この古墳は2段に築造されており規定部で、長さ34.5メートル、高さ5メートルを測る。墳球からは黒縁のある円筒刃庭のほか、 家型葉庭、船型葉庭が出土している。内部構造は、先竹形木管を増した粘土角の2分の一が依存していた。粘土角山ゾン部は、長さ2.5メートル、幅1.88メートルであった。木管の本体はすでに普及していたが、粘土角に記された痕跡により、おおよその形状と大きさを知ることができ、 外径80センチの先丈形木管であることが明らかとなった。管内からは3面の動鏡が検出されている。1号鏡は面径12.6センチ、2号鏡は面径11.9センチ、3号鏡は面径11.5センチで、いずれも和製の変形重径鏡あるいは4、重径鏡と呼称されるものであった。 出土した黒縁のある埴輪などからこの古墳の築造時期は、都道城山古墳と同じく、古市古墳群の形成初期と結論された。隣接する、おかみ山宰古墳は、埴輪などから5世後半、または5世期末の築造とされていることから、岡古墳は、おかみ山宰古墳の倍長ではなく、東古墳群内に独立した古墳として築かれたことが、明らかとなっている。ありがとうございます。